では両チームのメンバーフォーメーションで確認しておきます。まずホーム水戸のメンバーです。ゴールキーパーは山内、ディフェンスラインは右から村田、松田、山田、成瀬、中盤は武田と杉浦を中央に、右に今日は永永が先発です。左に小原、前線2トップは安藤と草野です。続いてアウェー長崎のメンバーです。ゴールキーパー畑野、ディフェンスラインは右サイドバックに増山、そして加入が発表されたばかりのカルロス・ブティエレスが早速先発です。くしびきとセンターバックでコンビを組みます。左サイドバックは米田、中盤は海洋セザールと桑崎のボランチコンビ、右に沢田、トップ下に中村、左にマルコス・ギレルメ、ワントップはファンマ・デルガドという予想になっています。その安藤がもらったセットプレー、フリーキックのチャンスです。水戸、武田が蹴ってくる、ファーサイド、こぼれる、シュート、決まった。先制ホームの水戸ホーリーホック。セットプレーから最後村川でしたね。相手に当たってたと思いますけど、最初のボールも、ね、非常にいいボールですよね。セットプレーから4試合ぶりの得点を決めました水戸。長崎のコーナーキックです。高田がボール、海洋セザールが競ってゴール球、左足のシュート、ワンマン、こういう個の力もありますからね、はい、本当に油断にはならないですよね。今度は左からのコーナーキックになります。キッカーは中村、オーサイド、カイノセザール吐き出したか、ナルセですか、ね、はい、いやもう完全にファーサイドでね、カイノセザールがフリーになってヘディングしたんですけどね、逆サイドもキーパーもこれ取れなかったですよね。マセマからサワダ、もう一度マセマ、ちょっとコントロールが大きくなったところを奪い返しました水戸。エイナが自分で仕掛けに行く、体をぶつけてマイボールにした、シュート、水戸に追加点。夏に新加入した家永高虎、移籍後2試合目の先発起用に応えるゴール、移籍後初ゴールです。水戸に追加点、2対0になりました。米田はすぐに投げます。中村、サイドシンジ、中村本当にいろんな種類のキック持ってますね。あ、そうですね。増山、ダイレクトでクロスを上げる、高いボール、折り返す、これでマッカイオスダール入ってきた、中村のシュート、ー前半のうちに1点返しました長崎。中村も復帰後これが初ゴールになります。これを、まあ、ちょうどいいところにね、これパスではないと思うんですけど、中村のところね、非常にいいところにボールが転がってきて、まあ、あとはね、あの本当に狙いすましてシュートしましたよね。くしびき、米田右足で上げてくる、折り返す、ポストのわずかに左、これが狙ったでしょうか。いや狙ってると思います。はい、狙ってきた、ゴール前こぼれている、カルロス・グティエレスのクリアです。少し巻きながらですかね、はい、少しカーブして、カーブしながら落ちましたね。武田の左足、ファーサイドヘッド、上田叩きつけましたが、はい、枠を捉えることはできませんでした。かなりスピードのあるボールをファーサイドですよね。杉浦、ピラルマ落とす、つなぐ、ブノキ、左足、上田のアクシデント、その代わりに投入されたブノキ、貴重な追加点3点目、
梅田の思いに応えるかのようなゴールになりました。ここで山田が奪った。もう一度長崎ボールに変わる。マルコス・グレグメ運んでいく。松沢中に入ってくる。カットインからでいい。足振り抜いた。ゴラッソ。また1点差3対2。最後はファーサイドですか、細かくボールを触りながらね、中に入ってきましたね。この中に入ったことでかなりもうある程度決まりましたね。ターゲットにもなりますよね、はい、ですよね。身長もありますので、ジョップとファンマのツートップに流れてまして、うん、ね、名倉が右に行きましたね。中村ワンタッチ、中村3対3同点。とうとう追いつきました長崎。中村今日2点目。終盤戦、いや勝敗の行方は全く分からなくなりました。これも素晴らしいゴールですね。まあアディショナルタイム7分を回りました。ここで試合終了のホイッスル。点の取り合いになりました。3対3、両チーム勝ち点1を分け合う形となりました。